霊夢、お待たせだぜ。今日は大好評 IQ クイズシリーズだぜ。待ってました。わからないともやっとするけど、正解するとスカッと爽快なのよね。今日はどんな問題かしら、ワクワクするわ。じゃあ今回の動画では、頭の柔らかい人だけが答えられる IQ サプリ14選、ということについて話していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。さあ一つ目の問題だ。まずはマッチ棒シリーズからいくぜ。出たわねマッチ棒。マッチ棒の問題って、単純なんだけど難しいのよね。でもそこにやりがいを感じるわ。ふふふ、このシリーズはいろんなものの見方を変えることが、鍵になってくるぜ。一応シンキングタイムを10秒設けるが、時間内に解けない場合は動画を止めて考えてみてくれ。さあ早速始めよう。ここにマッチ棒で作った10という数字がある。この中の1本だけを動かして、半分の数字にしてくれ。出た、1本だけ動かすやつ。10の半分ってことは5だけど、パッと見た感じじゃ1本動かすだけで、5にできるとは思えないわね。みんなも一緒に考えてみてくれ。どうだ？できたかな？伊達に今までこういう問題を解いてないわ。この0の下にあるマッチ棒を、1と0の間に動かして、右に90度回転させれば。ほら、半分の5になったわ。さすがだな霊夢。正解だぜ。やった、まずは1問正解だわ。一つの見方にとらわれないところはさすがだぜ。この調子でどんどん行くわ。続いて2問目だ。今度はマッチ棒を2本動かして、13にしてくれ。ただし、マッチ棒を折ったり、重ねたりするのは NG だぜ。折るのも重ねるのもダメ、定番のルールね。みんなも一緒に考えてみてくれ。どうだ？わかったかな？2問目で早くもつまずいてしまったわ。7を13だから、倍にするのかなと思ったけど、それだと14だし。そもそもかけることもできなかった。この問題は13を、他の表記で考えることが重要なんだ。正解は2本を動かし、計にするんだぜ。あ、トランプの計は数字の13ね。そこは思いつかなかった。向きを変えるだけじゃなく、他の表し方を考えてみることも重要だな。気を取り直して次に行ってみよう。次は正解するわ。3問目の問題だ。マッチ棒で作られた2つの三角形がある。今度はマッチ棒を2本動かして、正六角形を作ってくれ。もちろんマッチを折ったり、重ねたりしちゃダメだぜ。オッケー、また2本動かしていいのね。さあスタートだ。どうだ？できたか？残念ながらわからなかったわ、悔しい。では正解の発表だ。この問題は本物のマッチ棒でやってみるとわかる。マッチ棒をこのように並べるんだ。え？全然正六角形じゃないじゃない、米印みたいになってるわ。ここをよく見てくれ。小さな正六角形ができているだろ？ほんとだわ、まさかこんなところに正六角形ができてるなんて。だから、本物のマッチ棒でやるとわかるって言ってたのね。さあ4問目だ。マッチ棒の問題はこれで最後だぜ。この問題はさっきまでの問題とは違って、かなり難しいぞ。さっきの問題でつまずいてた私に、解けるかしら。まずは問題を見てもらおう。マッチ棒を1本使ってできるだけ大きい数を作ってくれ。できるだけ大きい数？少なくとも1万や100万程度ではなさそうね。そうだな、とんでもなく大きい数が作れるぞ。とりあえずやってみるわ。どうだった？もちろん。わからなかった。ちょっと難しかったかな？この問題のポイントは、マッチ棒を1本使うというところだ。つまりさっきまでの問題とは違い、折ったり重ねたりしてはいけないという、ルールはないんだ。ああ、そういえば言われなかったわ。でもそうだとしてもわからない。つまり、1本のマッチを使うだけ。この中のマッチを使えとも言われていないわけだから、追加で1本のマッチ棒の弾薬と棒の部分を切り離して、びっくりマークにして、999の隣に置くんだ。隣に置くと、999って叫んでる形になるわよ。叫んでるわけじゃないんだ。数学の世界では、びっくりマークは階乗と言って、例えば N の階乗だと、1から N までの全ての整数の、積になる。ということは、999の階乗は、1から999までの積？
1999までの数字をかけた数ってことなのね。そうだぜ。999の会場は2000桁を超えるから、1無量対数を超えた数になるんだ。これはレベルが高すぎる。ちなみに99の会場でも、1無量対数を超えることができるぜ。他に大きい数を作る方法を思いついた人は、コメント欄で教えてくれ。さあ5問目だぜ。まずはこの図を見てくれ。9つのマスの中に数字が書かれてるわね。そうだ。ある法則にのっとって書かれているんだが、ハテナのマスにはどんな数字が入るのか、考えてみてくれ。オッケー、わかりやすい問題だから、解けそうだわ。どうだ？ふふふふ。舐めてもらっちゃ困るわ。ハテナに入るのは63でしょ？正解。さすがだぜ。これは横の列の掛け算だったんだ。1×6 イコール6、7×8 イコール56、9×7 イコール63、といった具合にな。ちょっと簡単すぎたかな？私にかかればこれくらいちょちょいのちょいよ。よし。この調子で頼むぜ。6問目だ。さっきと同じように、ハテナに入る数字を当ててくれ。わかったわ。どうだ？これもわかっちゃったわ。答えは53ね。縦の足し算よね。8+57 イコール65、27+36イコール63、そして19+34イコール53。正解だ。この調子でいこう。ドキドキ。7問目だ。これもハテナに入る数字が何か当ててくれ。オッケー。どうだ？わかったわ。答えは156ね。左右の数字をかけた数が、真ん中の数字になるのよ。19×27 イコール513、14×13 イコール182、そして52×31 イコール156。正解だぜ。いい調子だな。さあ8問目だ。ハテナに入る数字は何だ？あら、これはさっきのとは少し違うのね。マスじゃないし、上下の数字の数も違うわ。今度は少し難しいと思うぜ。どうだ？わかった。ハテナに入る数字は、39じゃない？おお、やるじゃないか。正解だぜ。やったー。これは上の段の、隣り合う数字2つを足して、2で割った数字を、下の段の間に書いてあるんだ。32+46÷2イコール39、46+18÷2イコール32、そして18+60÷2イコール39だ。普通に足した数字じゃないから、初めはわからなかったわ。9問目だぜ。これもハテナに入る数字が何か当ててくれ。あら、私もう答えわかっちゃったかもしれないわ。そうか？この問題はパッと見は簡単なんだ。え？どういうこと？まあやってみてくれ。みんなも一緒に考えてみてくれ。最後にあることに気づくと思うぜ。どうだった？マリサの言う通り、最後までよく見たら、最後の数字が一つだけ合わなかった。そうなんだ。正解から言うと、12だ。多分霊夢は15が正解だと思ったんじゃないか？そうなのよ。右の数字から左の数字を引くと、下の数字になると思ったら、一番最後の数字だけ合わなくて。そうなんだぜ。一番最後だけ、辻褄が合わないんだ。でも最後だけ合わないなんて、変ね。しかもモヤモヤするのが、合わないのがたったの一つだけってところなのよ。そうだな。ネタバラシをすると、実はこれは、一つ一つの全ての数字を足すことで、矢印の先の数字になるんだ。一つ一つの数字？そうだぜ。例えば72と99の数字から27ができるのは、7+2+9+9イコール27。といった具合だ。ああ、なるほどね。72じゃなく、一つ一つの数字ってことなのね。そういうことだ。この法則にのっとって計算していくと、ハテナに入る数字は15じゃなく、12になるんだ。ははあ。これは頭が柔らかくなりそうだわ。少しずつほぐれてきてるんじゃないか？さあ10問目だ。これもハテナに入る数字が何か、当ててみてくれ。今度は漢字が出てくるのね。よし、頭をふにゃふにゃにして考えるわ。
どうだ？わかったわ。それぞれの漢字を音読みした時と同じ音の、アルファベットの順番を表してるんじゃないかしら。だから正解は11ね。その通りだぜ。A イコール A、U イコール U、I イコール I、K イコール K、A は1番目、U は21番目、I は9番目、そして K は11番目というわけだ。やったわ。続いて11問目だ。はかりの上に、水の入ったコップがある。このコップの中に指を入れるとしよう。この時、はかりの目盛りはどうなるのかを、考えてみてくれ。ただし、水はこぼれないものとするぜ。わかったわ。1上がる、2下がる、3変化なし、どれかを選んでくれ。上がるんじゃないかしら。お、正解だぜ。目盛りは上がるんだ。指を水の中に入れると、圧力を感じるはずなんだ。その分重くなって、目盛りが上がるというわけなんだぜ。これは家庭にあるキッチンスケールでもできるから、みんなもぜひ試してみてくれ。私もやってみるわ。続いて、12問目だ。ここに天秤がある。だが左右の長さが異なるため、正確に重さを計測することができないんだ。ってことは、片方 21kg、もう片方 21kg を乗せても、釣り合わないってこと？そういうことだぜ。そしてここには不正確な天秤と、1kg の重りと、大量の砂がある。これで砂を 1kg 計測してくれ、というのが、この問題だ。釣り合いの取れない天秤で、砂を 1kg 測るのね。そうだぜ。みんなも一緒に考えてみてくれ。どうだった？いろいろ考えたけど、頭がごちゃごちゃになってきたわ。では正解を発表しよう。まず、1kg の重りと砂で釣り合いを取ってくれ。この時、砂はもちろん 1kg ではないぜ。釣り合いが取れてない天秤なんだものね。次に、1kg の重りを取り除き、ここに砂を入れるんだ。え？こっちに？そうだぜ。それで釣り合いを取ってくれ。これで 1kg を測ることができたぜ。これで？どうしてなの？最初に 1kg の重りと釣り合いを取った砂が、もう片方に入ってるだろ？次に 1kg の重りを取り除き、今度はそこに砂を入れて釣り合いを取った。ってことは、2回目に入れた砂は、1kg の重りと同じ重さだから、最初に入れた砂と釣り合いが取れた、ということだろ？は。目から鱗すぎて言葉が出ない。なかなか面白い問題だっただろ？なかなか連続正解できなくて悔しいわ。続いて、13問目だぜ。ここに1個のコップと、水が出る蛇口がある。このコップにちょうど半分の水を入れるには、どうすればよいか考えてくれ。ちなみにコップには目盛りはついていないぜ。定規とかの長さを測る道具もなしかしら？もちろんなしだ。これも難易度高そうだわ。ではやってみてくれ。どうだ？これはちょっと自信あるわ。時計を使うんじゃないかしら。正解だ。よくわかったな。詳しく解説していこう。まず蛇口から水をコップに入れ、満タンになるまでの時間を測定するんだ。その後コップを空にしてから、再度水を入れる。この時、さっき満タンになるのにかかった時間の半分で、蛇口を止めるんだ。これでコップには半分の水が溜まる、というわけなんだぜ。やっぱり正解できるとすっきりするわ。この調子で残りも頑張る。よし、残りもわずかだから頑張ってくれ。さあ14問目だ。この問題は1分以内で解くことができたら、天才と言ってもいいだろう。なんですって、これは天才目指して頑張るしかないわね。霊夢は天才の称号を手に入れることができるかな？頑張ってみてくれ。じゃあ問題だぜ。1から100までの全ての数を、足し算した答えを求めてくれ。1から100までを全部足し算、これを1分以内って、できるのかしら。さあやってみてくれ。用意、スタート。さすがに1分待つのは長いから、ここでは早送りさせてもらうぞ。みんなはここで動画を止めて1分間考えてみて、答えがわからなかったらまた再生してくれ。さあどうだった？1分以内じゃ全然終わらない。天才の称号を逃してしまったわ。悔しいです。懐かしいな、それ。じゃあ天才への第一歩を踏み出してもらうために、正解を解説していこう。正解は5050なんだ。5050だったのか。これを1分以内に計算できる人っているの？そろばんの達人とか？もしかしたら、そろばんの達人もできるかもしれないな。
だが今回は、ちょっとしたコツを教えよう。この問題の答えが1分以内にわかると、天才児と同じ発想力の持ち主だということになるから、天才児の発想を見てみてくれ。興味あるわ。普通の人だと、1たす2たす3たす4たす5、というように、1から順に計算しがちだろう。まさしくその一般ピーポーのやり方してたのが私よ。これじゃとても、1分以内に計算するのは不可能だろうな。それこそ、そろばんの達人でもない限りは。だが天才児の発想は違う。1たす100イコール101、2たす99イコール101、3たす98イコール101、4たす97イコール101、というように、合計が101になる組み合わせを、たくさん作っていくんだ。ふむふむ。なるほど。そして1から100までの数字だと、その組み合わせが50個できることになるから、101×50 イコール5050、ということになるわけだぜ。これが天才児の発想。とても私のような一般人には考えつかないわ。もしかしたら動画を見てる人の中には、この発想を思いついた天才児がいるかもしれないぜ。もしわかった人がいたら、コメント欄で教えてほしいわ。何人の天才児が隠れているかな？今回は、頭の柔らかい人だけが答えられる、IQ サプリ14選をやってみたけど、霊夢やってみてどうだったか？やっぱり正解するとスッキリするわ。でも簡単、と思って次の問題に行くと、とんでもなく難しい問題だったり、飴と鞭感がすごい。マッチ棒の問題とかは、面白くてもっとやってみたいって思うわ。そうだな。今回紹介したものの中には、結構難しいものもあったと思うが、みんなもできたかな？特に天才児の発想の問題なんかは、どれくらいの人ができたのか気になるわね。そうだな。ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいぜ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。